選手を代表して五人にご登場いただきましたここで選手を紹介しご挨拶をさせていただきますまずお一人目はアイナック神戸レオネッサから加入サメシマアヤ選手ですナデシコジャパンが初優勝した2011年フィファ女子ワールドカップドイツ大会から三大会連続出場2011フィファ女子ワールドカップでは左サイドバックとして全試合でスタメンプレーチーム優勝に貢献しました また12年ロンドンオリンピックでも銀メダル獲得に貢献しましたそれではサメシ選手お願いいたしますこの度大宮アルディジャベントスに加入することになりましたサメシと申しますゼロから新しく作り上げるチームにメンバーの一員として携われることを今から非常に楽しみにしています地元の皆様に応援していただけるようなチーム作りを目指す中で えっと私たちが参入するウィリーグが社会貢献活動というのにもあのすごく大切にしているリーグだと思うので、そういった活動にも選手から積極的に取り組んでいけるようなチームを目指していきたいなと思っています。ピッチ内外においてチームに貢献できるように努めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。 続きまして、日テレ東京ベルディベレーザから加入、坂口瑞穂選手です。ナデシコジャパンでは背番号10番を背負うミッドフィルダー。激しい守備と的確にボールを散らしていく技術でボランチとして活躍。ナデシコリーグベストイレブンも4度輝いています。それでは坂口選手をお願いいたします。この度、大宮アールディジャベントスに加入することになりました坂口瑞穂です。 このご縁に感謝していますし今までの経験というのを惜しみなくこのチームに還元できるように頑張っていきたいと思います地域にしっかりと貢献して女子サッカー全体を盛り上げていけるように頑張っていきたいと思いますよろしくお願いしますありがとうございます続きまして愛なく神戸レオネッサから加入中田あゆ選手です 時脇学園高校では2009年と2011年に全国高校女子サッカー選手権大会で優勝し2010年と2011年にはチャレンジリーグイーストでも優勝日本が準優勝した2 0 1 0 f i f a u s e v e n t e e 女子ワールドカップでは6試合中5試合に出場されましたそれでは中田選手お願いいたします 加入することになりました中田亜佑ですと地域の皆様に応援されるチームを目指してそしてチームに少しでも貢献できるように頑張っていきたいと思いますよろしくお願いします続きまして FC 十文寺ベントスから加入の小島ひかる選手です大宮アルディジャベントスの母体となっている FC 十文寺ベントスでプレーされていました 昨シーズンはナデシコリーグ二部で7ゴールを上げチーム得点王となった攻撃的プレーヤーですそれでは小島選手お願いいたしますはいこの度大ミーアルディジャベントスに加入させていただくことになりました小島光と申します、えー、FC 十文字ベントスから勝敬ということで、えー、FC 十文字ベントスはできて4年だったんですけれどもその間戦ってくれた仲間や コーチ、スタッフ、そして地域の方々、えー、応援していただいた方々の思いを、えー、胸にしまい、えー、全力で頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは5人目の選手です。早稲田大学から加入の村上真帆選手です。十文字高校時代は全国高校女子サッカー選手権で優勝。 早稲田大学では1年生で出場した皇后杯でなでしこリーグクラブを撃破しベスト8進出4試合で3ゴールを奪い存在感を発揮しました最終学年となった昨年はエースナンバー10を背負いチームの中心として活躍したミッドフィルダーですそれでは村上選手お願いいたしますこの度大宮アルディジャベンタスに加入させていただくことになりました村上真帆と申します えっと、素晴らしいスタッフをはじめ、えっと、なでしこジャパンで活躍されていた方,がされている方々や、なでしこリーグで、えっと、主力となって戦っていた選手方々たちと、これから一緒にサッカーができるのを、とても楽しみにしていました、えっと、少しでもチームの勝利に貢献できるように頑張りますので、よろししくお願いいたしますそれではこれより質疑応答へ移らせていただきます。まあ理由は本当に 一つではなくて今ここでこれですっていうふうに伝えるのは非常に難しいんですけれども、まあ、今回 WE リーグが新たに発足するということであの自分が現役のうちにプロリーグが発足するっていうことは本当に奇跡的なタイミングだと思って思いましてその中で今回自分が想像した以上にいろんな選手がまあ動いたなっていうのもありましたし そういったタイミングで自分自身もこの女子サッカー界がさらに盛り上がるためにもまた新たなことに挑戦していきたいなっていう思いがすごく強くあったのと本当にあの新たに立ち上げるチームに初年度から携わってみたいっていう思いもすごく強かったのではいそれは大きな理由の一つです。 では続きまして坂口選手、お願いいたしますまあ確かにその鮫島選手も言っていたように、これっていう理由は一つじゃないんですけれども、佐々木さんからまあ結構熱いオファーをいただいて、考えていく中で、2011年から素晴らしい夢をたくさん見させていただいたので。 何かこう力になれたらいいなと思って決めました、まあ、それだけじゃないんですけれども、すごく悩みましたし、まあ、でも新しくできるチームにちょっと魅力を感じて、決断しましまた続きまして、中田選手お願いいたしますえっと私自身、移籍ということが初めてだったのですごくまあ戸惑いというか、とても悩んだんですけど、一番の 理由としてはやっぱり試合の出場機会を求めるために環境を変えてみることは大事なのかなっていうふうに思ったのがまあ一番のきっかけでまあそれに加えてやはりあの立ち上げのチームということでこうワクワクするなというか。 楽しいことが待っていそうだなっていう、こう自分の中でイメージができたので、決断しましまた続きまして、小島選手、お願いいたします今年からプロリーグができるということで、そのリーグに所属できるという機会をいただけたので、迷うことなく、このオミア・アルディジャベンタスに加入することを決めました。それでは村上選手お願いいたします ウィーリーグができるって聞いたときにウィーリーグでプレーしたいっていう思いがすごくあってで私自身、えっと、高校が十文字高校出身で、えっと、そこでご縁があって声をかけていただいたので大宮、えっと、アルディージャベントスでサッカーをすることに決めました私の、えー、ストロングポイントはあのスピードだったりアジリティの部分だと思うので。 えー、そこを生かしてくれるようなパスを送ってくる選手がたくさんこのベントスにはいると思うので、はい、そこをたくさん使ってもらえるように自分の動きをしていきたいと思っています坂口選手、お願いいたします、えー、去年はベレーザで、まあ、途中出場でフォワードで出ることが多かったんですけど、まあ、どこで今年は。 使ってもらえるかわからないですけれども、まあ、ストロングポイントといたしましてはやっぱその試合の中で状況を考えてこうプレーを選んでチームにこう落ち着きを出せるようなそんなプレーをしていきたいなと思いいいまますす中田選手お願いいたしますまあ自分のストロングとしては、えっと、パワーあふれるドリブルだったり。<laughs> シュートだったりだと思っているので、そういうところをどんどん出していきたいなと思っています。まあ、あのあまりテクニック系ではないので、そのパワーがつあふれるプレーをお見せできたらいいなと思います。10点目指して頑張ります。続きまして、小島選手お願いします。と、私はゴール前で仕掛けることを意識してプレーしているので、そこを見ていただければと。 思いいいままますすすにに点を取りり行くので頑張ります村上選手お願いいたしますあ私のストロングポイントは両足のキックの精度なので、えっと、左右どちらにも展開したりスルーパス出したりっていうのをたくさん出せるように頑張っていきたいと思いまこ言葉というよりあの私の方からいろいろとどのような環境なのでしょうかだとか。えっと まあどういった過程があってこういうチあの新しくチームを立ち上げてくださったのかとかそういう経緯をお伺いして、えーとまあ、それであの決めたんですけれどもあの、はい、同じくこう、まあさえー、とずっと代表でも今まで厳しい戦いをこう一緒に乗り越えてきた坂口有吉の。 名前も聞いていったので、はい、その2人と、まあ、ここの年齢になってまたこう同じチームでできるかもしれないというそれがすごくあの、はい、私にとってはあの大きな、はい、ことの一つでした。坂口選手お願いいたします記憶に残ることは 本当に記憶にないんですけどでもあの結構ご連絡とかいただいて本当に熱意は伝わりましたでも言葉は本当に覚えてません呼び方はちょっとこれから本人と相談したいと思いますであの 今までもチームアイナック神戸だったり代表で長い間一緒にプレーさせていただいてきたのでコミュニケーションは非常に取りやすいというか取らせてもらえるなっていうのとあと現役時代から同じチームメートとしてプレーする中ですごくアドバイスが本当に的確であの本当に吸収勉強させてもらえることがたくさんあったので。 これからまた、えー、そういったアドバイスだったりをこういただけるのがまた自分の成長にも、えー、つながるし、まあ、それをさらにチームのこう貢献という部分にもつなげていけると思うのでそれがすごく、はい、楽しみな部分です坂口選手お願いしま生先ほどはちょっとうっかり忍ぶって呼んでしまったんですけれども、まあ、今後は忍コーチもしくは大野コーチと呼ばせていただきたいと思います。 やっぱ選手、まあ、現役も一緒になったことありますし、まあ、いい意味でより選手に近い存在だと思うので、まあ、そういう意味ではこう選手目線のアドバイスとか、そういうのをいただけると思っているので、えー、すごく期待しています。2021大宮アルディジャベントス新体制記者会見は以上で終了となります。新たに設立された女子チーム、大宮アルディジャベントスにご期待ください。